いやー、せつなけいすけだよ。樹木オンやっていきたいと思います。さて、サエと合流できた。あー、もう少しここにいるんかい。サエと合流できたんですが、サエはまだ目を覚まさない。どうしたのか。こっちは、あ、え、このお部屋のどこかに何かあるみたいなパターンのやつ。え、なんかあるかな。骨ばっかですけど。あ、何これ、どうした、骨やけど。え、え、え、何これだけ、何これだけ、これは人の骨。そうだよ、そうだよ。嫌な感じがする。うん、確かに。あれ、あ、あ、懐中電灯が、電池はまだ切れてないはずなんだけど。え、つかない、どうしよう。どういうこと。何か近づいてくる。もう踏んだり蹴ったり。人間じゃない、人間じゃないな。ただ一つ言えることは、人間じゃないな。なんて、え、あ、明かりがついた。今のは一体、嫌な気配もなくなったみたい。よかった。サエは大丈夫かな、様子を見に行こう。な、何か絶対、あ、よかった、サエは大丈夫みたい。あ、それよりもその時の君の顔がすごい可愛くて、僕らはホッとしてるよ。サムネにしようかなってくらい可愛かった。今この場所は危険かもしれない、一度戻ろう。戻るってどっちなんだろう、上なのか。雑だよ、だから。あー、来た、六道さん来てしまった。そんな、嫌われたものね。隠し階段があったわ。さて、それじゃあ、さえちゃんを渡してもらおうかしら。待ってください。六道さん、あなたが六道家の血筋なら、恩の玉という道具は持ってないですか？これのことかしら？持ってるー。これはお寺の祠にあったんだけど。え？ってことは、あの祠、お、ほ、え、へへ、祠、祠な。ほこら開いたの六道さんなんじゃ。はあ、え、揃った。六道さん、八重を封印できるかもしれません。そんなバカな、八重を封印するなんて私たちには。これはこの村の神崎家の地下にあった本です。その本には強力な封印術のやり方が書いてあります。そしてそれは私たちのご先祖様が私たちの時代で起こることを予想して残してくれたものなんです。封印術に必要な道具は3つあるんですが、最後の3つが見つからなくて諦めていたんです。こんなものがあったなんて。やったじゃん。この先に封印術を仕掛けるのにちょうどいい部屋があるかもしれません。じゃあそこに術を仕掛けて八重を誘い込むってこと？そうです。いいじゃない。わかったわ。私も協力しましょう。よかった。ありがとうございます。私もできることならサエちゃんを殺したくないもの。だけどもし術が失敗したらサエちゃんを殺すしかなくなるけど、大丈夫かしら。そうか、わかりました。その時は私も覚悟を決めます。それじゃあ行きましょうか。はい。とりあえずサエは、とりあえず殺されずに済むんやな、今のところ。医者なんじゃ、やっぱ医者なんじゃ。よっしゃ、行くぜ。逆か。こっちか。あー、セーブしたかった。わー、セーブしたかった。わー、セーブしたかった。この場所がちょうど良さそうね。そうですね。それにしてもさっきの部屋にもあったけど、なんでこんなに人の骨が。骨の大きさから見て現代の高校生くらいの骨だと思うわ。そんなんわかるんじゃ。さすが医者。この子たちもきっと八重の犠牲になったのね。かわいそう。封印道具を置く前に子供たちをきちんと供養してあげませんか。そうね。お線香の代わりに落ちている木に火をつけましょう。じゃあまずは木材集めね。あら、なんか思った感じじゃなくなった。木材、木材、そして木材。何個あるんだ。あ、3つだった。
簡単に見つかったもん、無罪。これでくらいで大丈夫かな。それじゃあ、骨を整理して、木に火をつけましょうか。そうね。では、消して遊びましょう。あ、それは俺はやらんでよかったんだ。丁寧だな、君たち。種類別に分けてるやん、列ごとに。丁寧やな。これで、この子たちが安らかに眠れるといいわね。そうですね。それじゃあ、封印道具を設置しましょう。そうね。まず、マイチンの血、エガン。マイチンの、あ、血じゃないよ、これ。マイチンの皿、エガン。マイチンの皿、神脳の2つを少し距離を空けて土に埋めます。最後に、この恩の玉を2つの間に埋めて設置完了です。なんか NHK の作って遊ぼうみたいな感覚になってきた。作って遊ぼうって。封印道具を作って遊ぼうみたいな。案外簡単なのね。私には事実なんてさっぱりわからないわ。私もわからないですよ。まあそこは私たちの先祖を信じるしかないわね。はい。それじゃあ手分けして埋めましょうか。てってれってれれって。ててててれれ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 れ、上手にできました。これで大丈夫かな。あとは八重をうまくこの部屋まで誘導できればいいわね。先に進みましょう。そもそもここに来るんかな。あとセーブ。行くぞ。なこれ、すごいところ来ましたね。ここはこの場所に来たことあるの？あ、そうかそうか、これ前回のラストのところか。これもしかして、この家に来たのは2度目なんです。前に来た時、ここで八重とサエがいなくなったんです。そうそうそう、私は気を失ってしまって、気がついた時には自分の部屋にいました。それでサエちゃんが行方不明になったというわけね。はい。大丈夫？あ、はい、すみません。いろいろあったけど、私たちが封印を成功させればサエも助かって、また平凡な暮らしに戻れるんですね。そうね。私も不安だけど、ここまで来たら引き返しなし。あとはうまくいくことを祈るしかないわね。そうですね。行きましょう。そして全てを終わらせましょう。ええ。あ、でもでも、イベント今や、セーブポイントなくなってる。ええ。ああ、こっちか。ああ、ビビらせんなよ。ビビらせんなよ。セーブポイントなくなったみたいな演出やめてや。よし、行くぜ。ホールやん。あ、犬神戦って若干ダメージ受けとんやな。くっ。犬神め。お、タイミング良すぎるだろ、これ。やえ。うん？ふふ、わざわざ今朝に来たのか。ほう、隣にいるのは六道の末裔か。勢揃いだな。あなたを封印しに来たのよ。私を封印？はは、私たちが、じゃあお前たちが私を笑わせるな。無駄なことはやめておけ。我が結束を置いてさっさと消えろ。そうだ、さっさと消えろ。誰？だよ、本当に誰？私の背中に激痛が走る。後ろを振り向くと、そこには血だらけの刃物を持ったサエのお兄さん。お兄さん、なんで困るよ、弥生ちゃん。うちのご先祖様の邪魔されちゃさ。え、予想外のところでお兄ちゃん出てきた。へえ、そっち側の人間になったんか。ここまで大変だったんだよ。目の家の噂流して、ご先祖様の力借りて、うちの妹と弥生ちゃんをこの家に招待してさ。もうワンの頃から策略だったんじゃ、これワンの頃からの。そんな、じゃあ今までのは全部？そう、全部演技。イエハオ。あと動かないでくれよ。ナオトさん、あなたは自分が何をしているのか分かっているの？分かっているさ。まあ予想外のこともあったみたいだけどね。え、お兄ちゃん、
ヤエに操られとうとかじゃなくて自分の意思でやるよこれ。犬とか俺そういうの見えないし、俺がご先祖様に協力できればよかったんだけどね、霊力がないとダメみたいでさ。だから俺が弥生ちゃんを選んだってわけ。あなた自分の妹が死ぬことになるのよ、何を考えているの。ああそういうのうぜえわ。俺はただ普通の日常に飽きただけ。お前非日常は非日常に憧れてんじゃないよ。ダラーズとか作るタイプか、お前ダラーズとか。ご先祖様に協力すれば永遠の命ももらえるし、呪術も教えてくれるって言うからさ。そうなったらもう妹とか家族とかどうでもよくなっちゃってさ。本当に狂っとる。あなたは狂ってるわ。いやーはは、なんとでも言えよ。さてと、あれ弥生ちゃんまだ生きてるんだ、しぶといね。ご先祖様の邪魔になるから死んでくれるかな。あっやっや、いやいや、あ六道ストリーム、何この壮大な BGM。 弥生さん、でも六道さん、神崎さん、直人さんは私が押さえておくから、あなたは早くやれよ。わかりました、すぐに戻ります。ああもう死ぬ者狂いって感じ。にこそー、六道邪魔をするな。く早く封印を。封印か、あーひゃひゃひゃ、お前らが準備した封印道具な、俺が全部ぶっ壊してやったぜ。そんな、神崎さん逃げて。あいやいや、死ね死ね、みんな死ね。なんてこと。え、そんな封印道具がどうすればいいの。え、絶対絶命やん。このままじゃサエが、もうアドは逃げるしかない。来た、よこせ、いける、いける。え、早くしないと。生き続ける。はぁ、はぁ、意識が朦朧としてきた。逃がさない。わー、タイルを叩いた。てか酸欠ならばこんなところで引いたかれたら、もうここまでかな。はは、結局私はまだ何もできなかった。ごめんね、さえ。やえ、私たちはお前を許さない。もう終わりにしよう。誰？わあ、何？何そのクレイジーハンド。何？ヌー、貴様らはやめろー、やめろー。なんか引きずられていたデーモンハンドみたい。え、封印かかってる、お札貼られてる。何があったの？一体何が？誰だ大崎様は。あなたは最初に村で会った子。伏線、思わぬ伏線。そう、おお、サリメ、ああ見てていいんぞよ、おいやん。あなたたちが助けてくれたの。あなたたちはもしかして八重の犠牲になった子供たち。霊になりながらも現代にいる我々を助けてくれた、なんて子供たちだ。助かったのかな。さえさえ、目が覚めたの。いや、弥生、よかった、助けに来てくれたんだね。ごめんね、さえが助かれば私はそれでよかったんだけど。ごめんね、私ももう動けないや。いや、弥生、怪我してるの。うん、
ちょっとどじっちゃって。あ、そんな。お。ごめんね。私のせいで。いいんだよ。私だって今までサヤに助けてもらってばっかりで。でも最後にサヤに会えて本当によかった。会えないまま普通に過ごす方が私にとっては辛かったから。私も弥生に会えてよかった。一人は寂しいよね。でもごめんね。もう何も見えないや。私は友達と弥生と友達になれてよかった。え？本当に良かった。またいつかどこかへ会おうね。バイバイ。さえ。わあ。まさかの鬱展開。というわけで樹木オン今回で最終回。え、これ分岐とかあるパターンだった？いや違うな。この感じちょっと悲しいけどハッピーエンドっていうかトゥルーエンド感があるな。分岐とかそんな考えれんしな。あー、これ分岐とかなしに一本道なんよな。え、こんなマジでこんな最後になる？予想外だろ。確かに封印はできたけど、八重を封印できたけど、二人とも生き残れずに終わった感じ？マジかよ。マジで。ああ。なんかすごい見応えあったぞ、最後。めっちゃ探索して、使いながらもバンバンやり続けた甲斐あった。え、何？まだ何かあるの？魂抜けてって、ああこれで終わりか。これで終わりか。おー、なんかすごい終わり方だったん。なんか意味深な感じ。魂になっても、ずっと一緒だよ、みたいな感じじゃ。すごいな。樹木音。今回で最終回。すごかった。すごかったな。最後の最後にめちゃくちゃすごいもん見せてくださったな。ああ、すごかった。達成感あるよ。はあ、というわけで今回、樹木オン最終回、ご視聴いただきありがとうございました。これからもいろんなゲームの実況をやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、週上げ。今回のパートで樹木オン並びに樹木シリーズ完結です。あのラストはめちゃくちゃ予想外でした。樹木シリーズの作者であるレインスのケロッピさん、近藤さん、そして最後まで見てくださった視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。他のシリーズも引き続きよろしくお願いします。